みなさんこんにちはサクラチップスは日本語リスニングのポッドキャストですこのポッドキャストを聞いた後に三つの質問に答えてみてくださいあなたが日本語をどれだけ理解できたかチェックしてみてください今日のテーマは 荷造りについてです私は今日、えー、これからの宮城県への出張のために荷造りをしています今回は今回の出張は23日とかではなくて結構長い期間行きます3週間くらい行くので 準備が大変です荷物も結構な量になってしまいましたまあ3週間ぐらいとなるともう済む感じになるのでいろいろとちゃんとした荷物を持っていかなきゃなと思ってもう1日かけて準備をしています。 もちろん、その場所にも人は住んでいるので、忘れ物をしたとしても、買うことができます。なので、忘れ物をしても、まあ、なんとかなります。ですが、私は、少し完璧主義な性格なので、荷造りもきちんと忘れ物がないように、 準備をしようと思うと、こうして時間がかかってしまいます。あと、一番心配なのは、家を留守にすることです。私は植物をたくさん買っているので、それが枯れないかどうかが心配です。一応、水やりができるように、 そういう道具を買ってきて自動で水があげれるような仕組みは一応セットしましたしかしちょっと不安なところもありますまあ不安になりすぎているなとも思っているのでなんとかなるでしょうと思って 行こうかなと思います不安だなと感じていると逆にもっと不安になってくるのでまあもう少し気楽に考えようかなと思っています皆さんは旅行に行く時出張に行く時荷物が少ないですかそれとも荷物が多くなってしまいますか それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあ、またね。